どうも、星岩下芝です。トシなんです。だからそんなね、芝はね、パワーをつけなあかん。ちょっともう今日病人なんで、今日はパワー飯を食べたいと思います。ということで、はい、今日行くのはこちら。麺、昭和。多分これで合ってると思う。ほんまかい。多分。ということでですね、ここにですね、超スタミナのつくラーメンがあるらしいから、それを食べて腰を直していきたいと思います。わかりました。はい、ということで行きましょう。はい。はい、はい、ということでやってきました。で、どれなん？これがね、まあ、このメニューはあんねんけど、ここには載ってないんですよ。限定メニューで、あった。そう。もやしいっぱいにんにくラーメンっていうのがあって、これがあのもやしネギとかいっぱい足せんねん、背脂とか。ほうほうほう。で、にんにくをガッサリガッサリして、でプラスアルファ、見てこれ、この麺のでかさを超メガ盛りっていうのがあるんだよ。ほう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 。これで腰の痛みなんかぶっ飛ぶで。あ、なるほど。スタミナつけて、そうお腹いっぱいになって治療に来たから、今日栄養をつけて治療するから、まあそういうことかな。はい、はい、ということで待ちましょう。はい、超メガ盛りの、ダイナミックチャーシューと野菜マッシーと、ニンニクガッサリです。これ朝行き大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？やっぱりいけるか、いける言うてるか、大丈夫そうやわ。めっちゃいい匂いする。すいません、ビンビールください。ビンビール、ありがとうございます。ちょっと見て、すごいか。ということで、これメガ盛りのもやしいっぱいにんにくラーメンのマシマシ。おお、これめっちゃでかいで、これ器見て、これめっちゃでかいよ。でかい。これ普通サイズ全然ちゃうよ。ほら、ほんまに。しかもチンタンやねんけど、背脂でこんな色になってんねん。ファイタンかなと思ったけど、こっちほら背脂、ね、背脂です。で、こっちにニンニクガッサー乗ってるわ。うわー、これすごい、すごいね。このご飯がめっちゃちっちゃい、子供用みたい。しかもこれ塩麺みたいになって思ってね。でかすぎて。ではまずは乾杯で。乾杯です。お疲れ様。この前どっかの店で、このラーメンの上でこうつってて、ビールがめっちゃ落ちてしまって、ちょっとラーメンごめんなさいなって。どっかやったっけ、忘れてる。いただきます。まずスープからいこうか。じゃノーマルからいこう。ありがとうございます。ノーマルじゃないな、これもう背脂やもん。背脂やな。こっちちゃうか。あ、ここ行こう。ほら、めっちゃあっさり。ほうほうほう。あっさりやねんけど、すごい旨味が詰まってるわ。深い、美味しいわ。ジャンクゾーンに突入します。あ、もう最初からニンニクを溶かして、背脂ニンニクゾーン、びっくりするな。合うねんけど、こんな合うんや。じゃあ麺行きましょう。もうね、あ、ここもやしやねんな。うわ、麺3玉、さすがのボリュームやな。そら超メガ盛りですか。もやしと麺がもうわけわからん。こっちはあっさりや。あ、あっさり丼。結構麺中太の、もっちりする感じ。ほう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 。いっちゃう？いっちゃうか。いっちゃうか。うわー、いきましたね。ジャンクになりました。これ混ぜそばみたいになってもてねえけどな。多いな。多いな。これでいくわ。これ絶対うまいぞ。これもう、ほら、ジャンク感満載。あっさりと、バクバクいけるニンニクラーメン。おーおーおーおお、慢性的な、スープ不足ではある。
お前慢性的なスープ不足やろ。僕は慢性的なニンニク不足やから。ほんまやな。それはもう間違いない。うん。超優しい汁おけ。おお。うん。スープはすごい優しいけど、ニンニクのパンチがものすごい。うん。うん、ニンニク背脂パンチね。うん、結構早く言うのが甘い感じ。でスープのさ旨味と合わさってめちゃめちゃあっさり。ただこっちはもうすごい僕の胃粘膜をニンニクが刺激してるんです。明日絶対死ぬなこれ。明日ほんまに大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。間合いが怖いんですけど。マスクしてるんで。マスクしてても臭いって言われるんですよ。僕もニンニク好きな人に聞いたんが悪かったわ。そうやね。そうやね。うん、うまい。いただきます。はい。うん、どうですか。うん、ニンニクにもやしが合う。ちょっと僕の方食べて。ちょっと入れるな、うん、これすごいからね。マシマシの。ちょっと待って、ちょっとだけ入れるな。うん、ちょっと食べてみて。あ、これね。うん、食べてみて食べてみて。うん、うん、攻撃力全然違う。戦闘力全然違う。戦闘力倍、3倍ぐらいある。チャーシュー行こう。このチャーシューもでっかいのこれ。ほら、柴さんの顔のでかさぐらいあるじゃん。なあ、めちゃめちゃ先に合うやつ。さっきのお客さんビール4本開けてた。チャーシューで。全然減らんねんけど。それだってこの器やで、うん、よかった。僕なんかちょっとねやばい予感がしとってん。うん、だからその他頼んでないチャーハンとか。ほんまやな、うん、白飯だけやな、うん、それ何よ。これサービス品の牛肉の煮込んだやつ。おー、うん、美味しい。24、25、26か、うん、ちょっと分からへんけどその辺に来たらサービスデーがあるから。へえ、お得やん、うん、何がサービスになるかはその時次第。じゃあ4玉なってんじゃん。あ、そういうことかな。サービスで。そういうことかな。ここのお店は石川県というかあれがあるのかな。まあね、うん、石川県輪島朝市直送の刺身とかもあるラーメン屋。ほんまやん。朝市直送、うん、なんかあの石川県となんかゆかりがあるんですか。私の父親、お兄ちゃん、はい、おばあちゃん、先祖が石川県輪島市、はい、あ、そうなんですか。もう新潟からしていないけど、はい、向こうにお墓があって。あ、なるほど。だからそれでこの石川県のものをいっぱい使ってるんですね。私がもう小さい時から、うん、やっぱ父親が石油とか、はい、輪島の醤油塩っていうのはそれやったんで、はい、あ、なるほど、こだわりなんですね。だからこの刺身とかもあるんです。そうですよね、一夜干しお酒も全部輪島に。おお、ここ来たらもう石川県行ったのと同じですね。そうです、そうです。石川旅行ですね。そうです。美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ここに卵。おお。なんでやん、なんで今日終わんの早いねん。もっともったいぶれよ。合わす時間があるでしょ、尺の関係でね。うざうざ。僕としてはこだわり。お腹いっぱいやね。これ4玉入ってる。4玉?3玉や。ごちそうさまです。腹が爆弾となった。帰ろう、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。坊ちゃん、なんだ。めっちゃいい店やってん。いい店やったな。なんかラーメン屋にはないアットホームな
お店でなかった。そうやね、ラーメン屋で多分今まで一番なんかアットホームなお店やった。そうやな、なんかお客さんがみんなほんまアットホームやなと思った。なんかあの人柄にみんな来るんやろうな。そうやね、うん、美味しかったということでね。腰はですね治らなかったですね。むしろどちらかというと今の方が痛いです。多分ね圧迫されてね痛いです。ちょっと足びっこく引いてきたもんねこれマジで。もうほんまにやりすぎですよちょっとやらかしました。みんなね都市には勝てんから。それにしてもあそこの家族の遺伝子が欲しい